緑色植物赤いは植物界を構成する赤いの一つであり、陸上植物と緑層からなる大きな系統群のことである。一般名としては緑色植物と呼ばれる。ただし、この系統群に対して植物界やクロロプラスチダ、クロロビオンタなど緑色植物赤い以外の分類群名や系統群名を当てることもある。 緑色植物は2枚の包み膜で包まれたクロロフィル A とクロロフィル B を含む葉緑体を持ち、デンプンを色素体内に貯蔵する。便毛の基部に正常構造と呼ばれる特異な構造を持つ。緑層の中には単細胞から多角農場まで様々な体勢のものがおり、また陸上植物は複雑な多細胞体を形成する。 緑草は主に水界に生育し、陸上植物は陸上生態系を支える存在である。緑色植物は緑草植物とストレプト植物からなる。以前は緑草植物門は緑色植物門と呼ばれたことがあり。そのため、単に緑色植物という場合は緑草植物門を指すこともあった。緑色植物に見られる体制は極めて多様であり、 単細胞、軍隊、多細胞、多角農場などがある。陸上植物は、組織、機関文化を伴う複雑な多細胞体を持つ。陸上植物の他に、青さもナや緑ズ砂の一部、舎軸も類などは、細胞間の連絡構造である、原形質連絡を持つ。単細胞性の種の中には、直径1メートル以下のものがおり、 陸上植物の中には高さ100メートル以上に達する多細胞体を形成するものもいる。緑色植物の体性単細胞性のクラミドモナス類群体性の勲章の属子状性の青緑ド属多細胞性の胃腸多角脳状性の岩ずた属緑色植物の細胞は普通細胞壁で囲まれている。 細胞壁はセルロースを含むことが多いが、マンナニやキシランなど他の多糖を主とするものや、糖タンパク質からなるものもある。細胞膜中のセルロース合成酵素複合体は、緑草植物では、線状、ストレプト植物では、ロゼット状である。また、緑色植物の中には、明瞭な細胞外火をかく、裸のものもいる。プラシのもと創される緑層では、 細胞が、糖タンパク質を、主とする有機質の臨変で覆われていることが多く、この特徴が、緑色植物における、祖先形質であると考えられている。クラミドモナスは、細胞長短から生じる2本の糖弁網を持つ。緑色植物の弁網移行部には、正常構造が存在する。また細胞は、細胞壁に囲まれている。 緑色植物の葉緑体は2枚の膜で囲まれ、チラコイドは重なってラメラを形成している。ミトコンドリアは板状クリステを持つ。緑色植物では、デンプン粒は葉緑体内に存在する。中央の黒い部分はピレノイド。緑色植物の中には栄養体が弁合を持つものもいるが、多くの場合、生活感の一時期にのみ有層誌や配偶子として、 弁毛細胞を形成する。また多くの種子植物のように、弁毛細胞を持たない者も,もいる。弁毛細胞は普通頭頂、等運動性の複数の弁毛を持つ。弁毛の数は2本や4本のものが多いが、数千本の弁毛を持つ者や、弁毛が1本だけのものもいる。またブラシのもの中には、長さや、運動様式が異なる複数の弁毛を持つ者も多い。 緑色植物の規定固定と弁網の移行部には、正常構造と呼ばれる構造が存在する。この構造は、緑色植物に特有であり、横断面が星型を示すためこの名がある。正常構造の構成要素としては、カルシウム結合タンパク質である、セントリンが存在することが知られている。緑色植物の弁網装置は、規定固定と微小管制弁網ね。 繊維構造からなる。基本的に1個の規定固定から2個の微小管性弁毛根が伸びているが、そのうちの1つにおいて1本の微小管が、他の微小管からなる列の下を通って、配置変化する得意な配業を示す。緑色植物のうち、緑草植物の弁毛装置は、回転対象の交差型であることが多いが、ストレプト植物の多くでは、 非回転対象で1個の微小管制弁モーネが多層構造体となって発達している側は方々である。緑色植物の細胞は単核性または多核性。さらに肉眼で見える大きさの体全体が1個の巨大な多核細胞からなるものもいる。核分裂はほとんどの緑層植物では閉鎖型、ストレプト植物では開放型。中間防水体が 残存性のものでは、各分裂周期まで2個の上角が離されたままでいるが、防水体が早い時期に崩壊するものでは、上角が接近する。緑色植物における細胞質分裂様式は極めて多様であり、以下のようなものが見られる。この特徴は重要な分類形質とされる。葉緑体の形は、カップ状、板状、帯状、毛状、 正常など多様であり、一細胞あたりの数も一個のものから多数のものまである。普通側膜性であるが、正常の葉緑体が細胞中央に位置する中軸性のものもいる。葉緑体は2枚の包み膜で包まれている。チラコイドは複数倍が重なってラメラを形成しており、特に陸上植物などでは、 板状のチラコイドが多数積み重なったグラナを形成し、グラナ間がストロマチラコイドでつながっている。葉緑体内にはルビスコなどのタンパク質の塊であるピレノイドが存在することがある。色素体 DNA は普通色素体中に散在している。緑色植物は貯蔵多糖であるデンプンを色素体内に蓄積する点で得意である。 他の深刻光合成生物では、貯蔵多糖は、細胞質基質、消耗中、または、色素体周辺区画に貯蔵される。ミトコンドリアのクリステは、板状であり、黄色植物や灰色植物、動物などと、共通している。緑色植物は、基本的に、葉緑体を持ち、光合成を行う。葉緑体は、例外なく、クロロフィル A と B を持つ。 カロテノイドとしては、ルテイン、ゼアキサンチン、ビオラキサンチン、ネオキサンチン、ベータカロテンが存在することが多い。またロロキサンチンやアルファーカロテンを持つものもおり、さらに一部の種は、プラシノキサンチンやシフォナキサンチンなど得意なカロテノイドを持つ。多細胞体における一部の細胞や、非光合成種は光合成能を欠き、葉緑体は、 白色体になっている。光呼吸などに関わるグリコール酸代謝は、緑草植物ではミトコンドリアに極在するグリコール酸脱水素酵素が、ストレプト植物ではペルオキシソームに極在するグリコール酸酸化酵素が働く。緑色植物における配偶種合体様式は様々であり、同型配偶、異形配偶及び卵生殖が知られる。このような多様性は、 緑色植物内の様々な系統で見られ、卵生殖への進化が独立に何回も起こったものと考えられている。また特殊な配偶子が多様式として通常の状態である不動細胞が対合し、細胞質が融合する現象が接合まで見られる。栄養細胞が直接配偶子を形成するものもあるが、陸上植物は基本的に 多細胞性の複雑な配偶指能を形成する。生活感における、減数分裂の時期にも多様があり、以下のようなタイプが見られる。緑色植物では、無性生殖は極めて一般的であり、二分裂、質が胞子形成、栄養体の分断化、無カゴなど様々な様式が見られる。陸上生態系の主要な生産者は、陸上植物である。 緑草は主に水中に生育する。緑色植物は海、淡水、陸上環境に広く生育している。特に陸上植物は陸上生態系の主要な生産者であり、地球上の一時生産の約半分を担っていると推定されている。陸上植物の中には二次的に淡水や海に進出したものもいる。一方で緑草は海から 淡水の水域に多く、プランクトン、または、定生生物として生きている。また、緑藻の中には、岩上、樹皮状、土壌など陸上域に生育する種も少なくない。特殊な環境として、塩湖や氷雪中に生育する緑藻もいる。緑藻の中には、他の生物に共生しているものもいる。特に地衣類の共生もの多くは緑藻である。 その他にも、セン虫、ウムシ、アメーバルイ、タイ海ウムシ、カイメン、ヒドラ、イソギンチャク、ナマケモノなど様々な生物に緑藻が、細胞内または、細胞外共生する例が知られている。ほとんどの緑色植物は、光合成を行い、光独立栄養生物であるが、光合成を行うとともに、外部から取り込んだ、有機物を、炭素源。 エネルギー源として利用可能な混合栄養生物もいる。また、緑色植物の中には、二次的に光合成能を失った重属栄養生物も存在する。これらの重属栄養性緑色植物は、吸収によって有機物を得る吸収栄養生物であり、捕食によって生きるものは知られていない。ただしプラシノモの一部では、食作用の存在が示唆されている。 小麦畑緑色植,植物の一群である、陸上植物は、人にとって、最も重要な植物である。人の主食は、普通犬や、小麦、トウモロコシ、ジャガイモなどであり、また様々な陸上植物が、野菜や果物として利用されている。牛などの家畜の飼育には、陸上植物が、飼料に用いられる。陸上植物は、他にも思考品、薬品、 材料、干渉用と極めて広範囲に人に利用されている。一方、緑草が直接利用されることは多くないが、ヒトエグサ、アオノリ、クビレズタ、クロレラなどは食品や健康食品に利用される。また、従属栄養性緑草であるプロトテカは人に寄生してプロトテカ症を引き起こすことがある。緑色植物の共通祖先は、 卵巣が細胞内共生することによって葉緑体を獲得したと考えられている。灰色植物と紅色植物も一時共生によって葉緑体を獲得したと考えられており、緑色植物を合わせてこの三群は一時植物とも呼ばれる。これら三群の起源となった一時共生は共通の現象であったと考えられており、つまりこの三群は共通祖先を有する。 一般的に、この三群は、深核生物の中で単系統群を形成していると、考えられており、合わせて、アーケプラスチダにまとめられ、また正式な分類群名としては、植物界が当てられることがある。アーケプラスチダを構成する一時、植物三群の中で、緑色植物と、紅色植物は、葉緑体に、 ペプチドグリカンからなる壁を持たないこと、周項性クロロフィルタンパク質複合体を持つこと、などの派生的な特徴を共有しており、色素体の分子系統としても緑色植物と、鉱色植物の禁煙性が示唆されることが多い。しかし、核タンパク質などに基づく系統解析からは、一時、植物三群の系統関係については、はっきりした結果は得られていない。 いずれにせよ、アーケプラスチダの中で、緑色植物は、クロロフィル B を持つこと、フィコビリンを描くこと、チラコイドが重なって、ラメラを形成すること、などの点で得意であり、このような変化が、緑色植物の共通祖先で起こったと、考えられている。ただし、分子系統解析からは、このアーケプラスチダの中に一時、植物三群以外の深刻生物が含まれる。 可能性も示唆されている。そのような深核生物として、クリプチスタ、ピコゾア、ロデルフィス属がある。これらの生物からは一時強生由来の色素体が見つかっていないが、一時強生由来の色素体を二次的に失ったのかもしれない。なお、緑色植物以外で、クロロフィル A と B を持つ深核生物に、ユーグレナモやクロララクニオンも、ウズベンモーモの一部がある。 これらの生物は、緑色植物が細胞内共生することによって、クロロフィル A と B を含む葉緑体を獲得した生物であり、その本体は緑色植物とは全く別の系統に属する。また、幻覚緑層と呼ばれる一部の卵層も、クロロフィル A と B を持つ。古くは、幻覚緑層が一時共生することによって、緑色植物はクロロフィル A と B を持つ。 葉緑体を獲得したと考えられたこともあった。しかし前述のように、緑色植物、灰色植物、黄色植物の葉緑体の起源となった一時共生は、共通の現象であったと考えられており、その際の共生者が、クロロフィル A と B を持っていたとは考えにくい。分子系統解析などからも、幻覚緑層と緑色植物の葉緑体をつなぐ証拠は、 見つかっていない。唯一、幻覚緑層が持つクロロフィル B 合成酵素が、緑色植物のそれと相当性が高いものである、ことが示されている。この遺伝子の水平電波によって、幻覚緑層が、クロロフィル B 合成能を獲得した可能性がある。光合成色素素性や、貯蔵多塔、弁毛細胞の共通性から、陸上植物と緑層が禁煙であることは、 古くから認識されていた。ただしその体制の違いなどから、陸上植物と緑草は別々に分類されていた。やがて系統関係を直接分類体系に反映させる考えが受け入れられるようになり、陸上植物と緑草をまとめた、系統群に対する分類群名として、植物界を当てることや、クロロビオタやクロロビオンタ、クロロプラスチダ、 緑色植物和解などが提唱されている。古くは、緑藻は栄養体の体制に基づいて分類され、それに沿った進化が想定されていた。そのような系統仮説においては、フリッチエラ族のような陸性の分子史上性緑藻から、陸上植物の祖先が進化したと考えられることが多かった。しかし1970年代以降、微細構造や生、 科学的特徴の研究から、緑層の中には、体制とは対応しない二つの大きな系統群が存在し、その一方に陸上植物が含まれることが示唆されるようになった。やがて、この仮説は、分子系統学的研究からも支持され、広く受け入れられるようになった。このようにして明らかとなった緑色植物を構成する二つの大きな系統群は、 緑藻植物を呼び、ストレプト植物と呼ばれている。緑藻植物とストレプト植物の特徴の比較を、下表に記す。これら二つの系統群は、分類学的に門や、下界のレベルで分けられることがある。緑藻植物に含まれる緑藻のほとんどはアオサモズナ、青さもナトレボークシア、モズナ緑ズ砂のいずれかに属し、この三個は互いに近縁である。 これにクロロデンドロン、モズナとペディノ、モズナを合わせた、系統群の単系統性は強く支持されることが多く、コア緑草植物、と呼ばれる。また、プラシノモと呼ばれる緑草の多くは、緑草植物の中で、多数の系統群に分かれている。ストレプト植物には、陸上植物と共に、陸上植物に近縁な緑草が含まれる。これらの緑藻は、以前は、 抗議の射軸も綱としてまとめられていたが、このまとまりは明らかに、単系統群ではない。そのため、2019年現在ではこれらの緑層は、普通複数の綱に分けられることが多い。2019年現在、このような緑層の総称としては、ストレプトモが用いられることがある。ストレプトモの中で接合も、これを経てるい、舎軸も類は、 陸上植物と共に単形糖群を形成することが強く支持されている。これらの生物群は細胞質分裂時にフラグモプラストが生じるという共通点を持つため、この単形糖群はフラグモプラスト植物と呼ばれる。以上のような緑色植物内の系統仮説について一例を以下に示す。ありがとうございます。